初雪は、海上自衛隊の護衛艦。初雪型護衛艦の一番艦。初雪型護衛艦のネームシップ。初雪の名は、その年初めて降る雪に由来する。なお同じ名を持つ艦艇としては、旧海軍の上風型駆逐艦25番艦、初雪、吹雪型駆逐艦特、愛型三番艦、初雪に続き、三代目である。 昭和52年度計画2900トン型護衛艦2215艦として、住友重工追浜造船所浦賀工場で1979年3月14日に、寄港され、1980年11月7日に、浸水、1982年3月23日に、収益し、第一護衛隊軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。 収益当初は高性能 20mm 機関砲が装備されておらず、環境機艦パ板レベルの両限に艦パ板を増設し、環境のブルワークを一部をカットする形で後日装備した。なお、CIWS 完成室は FCS-2 から21の株構造、同段庫はマスト株構造にそれぞれ設けられている。同じくチャーフ発射機についても、 同系艦中本艦のみ後日装備となっており、新たに張り出しを設け、同系艦同様に装備された。なお、タマコは格納庫左舷側に甲板を増設して、設置した。蒸気の追加装備で、同系艦とほぼ同様の装備となったが、煙突量限の s s m 搭載用クレーンは、最後まで設置されることはなかった。1983年2月8日、 1> 第1号衛隊軍令下に第41号衛隊が新編され、同日付で収益した白雪と共に編入された。同年6月28日から8月16日の間、護衛艦、倉間、立風と共にハワイ派遣訓練に参加。1984年、1988年に艦隊平洋合同演習に参加。 1987年6月6日から8月21日の間、護衛艦、白根、旗風と共に、米国派遣訓練に参加。1990年1月31日、第41護衛隊が第4護衛隊軍令下に、編成外となり、大港に転籍。1991年、遠洋練習公海に参加。1996年3月12日、 横須賀地方隊第37護衛隊に編入され、再び横須賀へ転籍。1997年3月24日、第37護衛隊の廃止に伴い、横須賀地方隊霊下に編成前となった第41護衛隊に編入。同日付け、対番号の改正により、第41護衛隊が第21護衛隊に解消。2008年3月26日、 自衛艦隊の大改編により、第21護衛隊が第11護衛隊に解消され、護衛艦隊霊下に編成がえ、2010年6月25日、除籍。収益機関通しての走行程は678,051.7回り、走行会時間は61,513時間47分に及んだ。最終所属は、護衛艦隊第11護衛隊に所属し、 低傾向は、横須賀であった。ABCD、初物ずくめ。護衛関係像史に一気を隠した、初雪、世界の感染第729号、解任者、2010年9月、148から155ページ、ネイド400億1719万9804。ありがとうございます。